お客様に新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。球場内ではこまめな手洗い、手指の消毒を行い、必ずマスクを着用し、席エチケットにご協力いただき、マスクを外しての会話はお控えください。またジェット風船の使用や声を張り上げての応援などはやめください。万一感染者が出た場合でも感染拡大を防ぐため、ご来場日から14日間はチケットを保持するなど、座席番号の記録にご協力をお願いします。感染症対策へのご理解とご協力をお願いいたします。今シーズンより甲子園球場のナイター照明が LED 化されました。オーロラビジョンの映像や音楽と連動させることにより、ファンに甲子園エコチャレンジ。甲子園球場では環境保全活動、甲子園エコチャレンジに取り組んでおります。近本浩二選手は新潟大使に勝利、2022年も阪神タイガースを盛り上げていきましょう。そこで今シーズンもさまざまな商品やサービスをご用意。まずはこちら、シャープス。外野エリアが大幅リニューアル。レフト1階には一気ラーメン店ストライク券が誕生。なんと試合がない日でも球場外周から来店いただけます。また外野2階中央にはアミューズメントをテーマにしたグッドショップや、外野エリアでは初となる甲子園カラーです。監督選手コラボグルメが楽しめるいいとこがオープン。今シーズンも監督選手コラボグルメが熱い。新人特別賞を受賞した佐藤輝明、伊藤将司、中野拓夢の3選手や、有手選手、糸原選手、岩崎選手など各選手のメニュー弁当が新登場。僕たちがプロデュースしました。コラボグルメのラインナップやグッズショップキャンペーンなど、グルメ、グッズの全情報は阪神甲子園球場ホームページ、 SNS にて公開中。ぜひチェックしてみてください。球場内でお買い物の際は非接触でスピーディーなキャッシュレス決済をご活用ください。球場の外にも見どころが満載です。今年3月にリニューアルした甲子園歴史館、甲子園プラス2階、レフト2階の2つの展示エリアに分かれ、展示がより充実し、お子様から大人までより多くの方にお楽しみいただける施設に生まれ変わりました。新コーナー体験タッチスタジアムでは